2023年7月19日のストップ高銘柄を紹介します。神話ワ i s HD はオークション企画と再生可能エネルギー事業をしている会社です。急騰した理由は業績及び配当予想を上方修正したからです。現在の株価は773円で前回から14.86%の上昇となりました。 また、出来高は501万6800株でした。無限エステートは中古マンションリフォームと転売の専門企業をしている会社です。急騰した理由は業績及び配当予想を情報修正したからです。現在の株価は855円で前回から21.28%の上昇となりました。 また、出来高は18万5300株でした。丸、千代山岡家はラーメン専門店をしている会社です。急騰した理由は株式分割予定を発表したからです。現在の株価は5410円で前回から14.86%の上昇となりました。また、出来高は11万3700株でした。ネオマーケティングはマーケティング支援事業をしている会社です。 急騰した理由は、マーケティングリサーチ業務で生成 AI の活用を開始し、業務効率化と質の向上に取り組むことを発表したからです。現在の株価は1556円で、前回から23.89%の上昇となりました。また、出来高は57万1700株でした。名宝 HD は、総合的なビジネスサポートをしている会社です。 急騰した理由は j フェニックスリサーチの評価リポートが発表されたからです。現在の株価は2116円で前回から23.31%の上昇となりました。また、出来高は10万5100株でした。イントループは事業戦略、業務改革コンサルティング、IT コンサルティング、プロジェクトマネジメント支援、プロフェッショナル人材支援、人材紹介をしている会社です。 急騰した理由は国内有力証券が新規カバレッジを開始したからです。現在の株価は5530円で前回から14.49%の上昇となりました。また、出来高は8200株でした。2023年7月19日の高材料銘柄を紹介します。ザインエレクトロニクスは第三者向けの特定用途向け標準品の開発をしている会社です。 本日の材料は業績を情報修正しました。現在の株価は997円で前回から8.13%の上昇となりました。また、出来高は53万6000株でした。カナミックネットワークは医療、介護クラウドサービス及びフィットネスクラブ運営をしている会社です。本日の材料は増配と会社買収を発表しました。 現在の株価は476円で前回から6.25%の上昇となりました。また、出来高は584,200株でした。パーク24は駐車場事業、カーシェアリング事業などをしている会社です。本日の材料は6月売上高が好調でした。現在の株価は1,829円で前回から5.18%の上昇となりました。 また、出来高は327万2300株でした。ニーズウェルはシステム開発などをしている会社です。本日の材料は観光庁向けデラックス化案件を受注を発表しました。現在の株価は829円で前回から4.41%の上昇となりました。また、出来高は28万9900株でした。例はデジタル映像のクリエーションとレンタルをしている会社です。 本日の材料は自社株代を発表しました。現在の株価は410円で前回から4.33%の上昇となりました。また、出来高は82,300株でした。栗林商船は北海道と東京、大阪間の新聞輸送及び関連サービスをしている会社です。本日の材料は自社株代を発表しました。 現在の株価は710円で、前回から4.26%の上昇となりました。また、歴高は4万1500株でした。